県内の稲刈りの進捗状況は全体で7.6%で平年並みとなっています県によりますと県内の水稲の作付け面積6541ヘクタールに対しおととい時点で刈り取りを終えた面積は4579ヘクタールで進捗率は7.6%となっています 刈り取りを終えた面積が全体の5%に達する刈り取り式は今月18日で平年に比べ1日早く進んでいます最も刈り取りが進んでいるのは大河原地区の20.3%次いで石巻地区の18.8%最も遅いのは登米地区で1.3%となっています県は収穫の時期を逃さないよう み全体の9割ほどが黄色に色づく頃に速やかに刈り取りを行ってほしいと呼びかけています。